こんばんは <coughs>。どうも。あ、お久しぶりです。ご無沙汰しております。てか、北海道暑かったわ。むっちゃ暑かった、北海道。なんかエアコンがないわけ。エアコンがないせいで、まあ暑かった。ほぼ実家にいなかったわ。暑すぎて。チャリに乗って、なんか、冷房が効いてるとことかを探し求めてたわ。エアコンないのじゃ北海道は通常、エアコンがなくてもやっていけるから、通常置かないの、エアコンを。ゆっくりゆっくり下ったの。ゆっくりゆっくり下った。長い長い下り坂をな。 今来たんですけど北海道暑かったですか暑かったです最悪でした新千歳空港に着いた瞬間からうわってなりました暑いって言っても長袖とかでそんなレベルじゃないのいや全然普通に東京ぐらい暑かったで北海道って避暑地じゃなくなったんだななっていうかさその実家に帰ったじゃんか俺で実家に帰って親と会った第一声さ俺痩せたじゃん言ってみんなあの頃から比べたら昔と比べたすごい痩せたじゃん1 0キロぐらい減量で成功してるわけじゃんか絶対まず痩せたなって言われると思ったの親に あった瞬間、痩せたねって言われると思ったの。第一声、太ったね、だったの。えっと思って、え、ふ、で、で、動揺、す通にすげえ動揺しちゃったわけ。親の中では最も痩せてた頃のお前がピークだから。<laughs> マジかよ。太ったわけないじゃん。まあ、親ってそんなもんだよ。<laughs> 実際、お前、痩せてる期間の方が長いだろ。まあ、確かに、実家にいた頃は確実に痩せてたから、ずっとガリガリやったから。めちゃくちゃ怒ってて、おもろ <laughs> めっちゃびっくりしたもんだって、いや、あった、あった、正月に会ってん、んそうやね。ん俺、今年の1月ぐらいにも帰ってて、正月に会って、で、その時、太ってたよ、確かに。 正月から比べて1 0キロ痩せてるわけだから、確実に痩せてる。100%痩せてる。俺、規制したら弟はかっこいいのにって言われたし、親って容赦ないよな。こっちはだってもう痩せたねって言われる街だったから、痩せたねって言われて、そうなんだよ、最近ダイエットしてサーで会話のパーツを用意していってん、そっちに。もうまず。そっから会話を始めようと思っていってんね。すごい怒ってるやん。その流れまで組み立てていってんのに、こっちに。完全に話題できキ目立たられたやん。いや、もうそっからもう、おぉ、おぉ、よ。動よ。 ペースを一気に持ってかれたわけでなんかそのあんま酒飲まなかったの体調の部分もあってそしたらなんかチャットみたいなマスラオじゃないねみたいな感じで弱くなったねみたいなえそうなんだなんかねなんか情けないねみたいな感じで言ってきたわけいや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  ちゃんとブロックしたか <laughs> もうしかも、その、飲んでないって言っても、俺ビール5杯ぐらい飲んだんだぜ。言ってビール飲み放題だったからそ、のそのなんか連れてってもらった店があったんやけど、5杯ビール飲んだのにだぜ。もう飲みすぎだろ <laughs> ?5 杯ビール飲んで、もうさすがにちょっといいかなと思って、あ、ちょっともうやめとくわって言ったら、おかわりないのって言われたから、あ、もうちょっとやめとくわって言ったら、えぇ、ー、もうって言って。あの、ちょっとあの、体調複数してたし <laughs>、肝臓の数値も高いから、あんま飲まないようにしてるのって言ったら、弱くなったね。全然。 酒ない。確かに、前まではもっと飲んでた。確かに前までは潰れるぐらいまで飲んで、本当に。まあ、乾燥の素司とか気にしたら、それは置いてねって感じあるし。待って、ビール5杯飲んだぞぜ。めちゃくちゃ飲んでるやん。中蒸期だけど、ビール5杯飲んだんだよ、俺。ビール5杯飲んだ後に、ね、それだよ。飲んだんだよ。飲んだんだよ、結構。マサ、まあ、ラらじゃないね。<laughs> そう、前の俺の酒の飲み方がやばかったやん。<laughs> 前の俺の酒の飲み方はマジでやばかった。あとみんな衝撃の事実やねんけど、すげえびっくりしたんだけど、うちの親スマホで文字打つときにローマ字で打ってんだけど。 みんなの親もそう。これあんま聞かないよな。俺もローマ字だけど、マジで。え、フリック入力しないの俺もローマ字だけど、え、フリック入力しないの俺もローマ字、待って、結構ローマ字の人いる。ローマ字入力って単純に手間増えてだるくねいや、俺もそう思うねんけど。でだから、うちの親から来る文章を、その、丸と点がないね、文章の間に。絵文字をそれの代わりに使ってるの。なんか、すげえ長文なんだけど、開業もなければ点も丸もないから、すげえ見づらいわけ。で、なんでこんな打ち方してるのかなと思ったら、謎が解けたの。 ゲーム開始画面から配信つけろよ <laughs> いやでも今日は話すことがいっぱいあったから。全然話してないけど実家の話なんで別に。